麦わら帽子は大野明し。現在物語もクライマックスを迎えているワンピース。そんなワンピースで今最も注目されているのが麦わら帽子の謎。ルフィといえばですね、ゴムゴムの実と麦わら帽子であり、ゴムゴムの実についてはですね、人々の実幻獣種モデルニカであることが判明しました。では麦わら帽子には一体どんな謎や意味が込められているのか。それは王冠。麦わら帽子を深く見ていくと、ニカの意味、そして王たるものしか被れない王冠であることが見え隠れするんです。ということで今回は麦わら帽子の謎について徹底考察したいと思います。なおワンピース第1053話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。ルフィが食べた悪魔の実ゴムゴムの実が実は人々の実幻獣種モデルニから判明したことによって SNS やネットで改めて注目されているキーアイテムがあります。それが麦わら帽子。そんな麦わら帽子なんですが、作中では第1話から登場しているルフィのトレードマークである麦わら帽子と、第906話で初めて登場した聖地マリージュアで冷凍保存されている麦わら帽子の2つがあります。今回は2つの麦わら帽子の意味を考察し、作中においてどんな役割が果たされているのかについて予想していきたいと思います。それではまずそれぞれの麦わら帽子について作中で注目したい描写を洗い出し、2つの麦わら帽子の共通点や違いを見ていきたいと思います。まずはルフィの被っている麦わら帽子についてです。これは第1話でシャンクスがルフィに託したものでした。この帽子をお前に預ける、いつかきっと返しに来い、立派な海賊になってな。さらに第1話ではバギーとの戦闘で宝である麦わら帽子を傷つけられて怒ったルフィがこう語っています。それはシャンクスとの誓いの帽子だ。つまり麦わら帽子はですね、ルフィとシャンクスの友情の証でもあり、ルフィとシャンクスの再会のためのアイテムなんです。次にローから見る麦わら帽子についてです。作中での冒険が進んでいくにつれて麦わら帽子に関する意味深な描写が増えていきます。まず注目したいのが第582話、マリンフォードの頂上戦争で傷ついたルフィを解放したローはバギーから預かった麦わら帽子を意味ありげに眺めていたんです。この時ローがなぜ麦わら帽子を眺めていたのか、2つの可能性が考えられます。まず1つ目の可能性がローがシャンクスの麦わら帽子であることを知っていた可能性です。この後の第667話ではローはルフィに同盟を持ちかけています。4校を1人引きずり下ろす策がある。この時ローが話していた4校はカイドウだったんですが、ルフィとシャンクスに繋がりを感じていたからこそ狙うのがシャンクス以外なら同盟の誘いに乗ってくれる賞賛が高いとローは踏んでいたのかもしれません。それともう一つの可能性が D の一族の関係です。ローは幼少期にコラソンから D の意思についてある程度詳しく教えてもらっていました。作中では明確な描写はないんですが、その中にはですね、 D と麦わら帽子の関係を示す逸話があった可能性もあるんです。例えばローが断るごとに言っているセリフ、 D はまた必ず嵐を呼ぶ。その嵐の中心になる人物の伝承に麦わら帽子が絡んでいたとしたら、それをローが知っていたからこそ麦わらのルフィに同盟を持ちかけたということになり、ローがルフィを選んだ行動にも辻褄が合ってきます。次にロジャーの麦わら帽子についてです。 D の意思とも関わりがある重大な事実が第603話のレイリーの回想シーンで明らかになります。あの帽子がよく似合う男になった。そう、ルフィの被っていた麦わら帽子は今までシャンクスのものだと思われていたんですが、なんと海賊王ゴールディロジャーのものだったと判明するんです。つまりルフィの被っている麦わら帽子はどんなに新しく身に積もってもロジャーがルーキーとして名を馳せていた52年前から存在しているものになるんです。ちなみにシャンクスがロジャーから麦わら帽子を受け継いだ時期は現在のところ明らかになってないんですが、第964話で当時9歳のシャンクスがすでに麦わら帽子を被っていたことから、おそらく30年以上前からすでにシャンクスの手元にあると考えられます。次にフーズフーが言う継承について、フーズフーが第1018話で語った継承、当時奴が被ってた麦わら帽子もゴムゴムの実もあいつが継承しちまってんだから。元 CP9 のフーズフーはですね、ゴムゴムの実の輸送中に赤髪海賊団のシャンクスに悪魔の実を強奪されてしまいます。しかしここで注目したいのが、フーズフーがわざわざゴムゴムの実だけではなく麦わら帽子も継承と語っているところです。継承とは身分や仕事、財産を受け継ぐことを意味します。もし本当に麦わら帽子が継承するほどの意味があるのであれば、当然ロジャーもその事実を知ってます。そしてこの継承が何を意味するかについては、後ほどマリージョアの麦わら帽子の描写を考察した後に改めてまとめて考察したいと思います。次に太陽の神ニカと麦わら帽子について、先ほどフーズフーがですね、ゴムゴムの実と麦わら帽子をセットでルフィがシャンクスから継承したと発言していました。つまりゴムゴムの実と麦わら帽子が何かしらの関係があるとも考察できます。そしてそのつながりを明確なものとするのが第1044話で明かされたゴムゴムの実の正体、そう、人々の実幻獣種モデルニカです。文字通りこの悪魔の実は太陽の神ニカの能力を秘めている悪魔の実、そしてくしくも麦わら帽子の炎
本来の役目は太陽からその身を守るための被る道具ですよね。つまり麦わら帽子自体、太陽の意味を持つ人ひとみ幻獣師モデルニカから能力者の身を守るという意味があったと思われるんです。そして第1043話でルフィが覚醒するときに体がまるで溶けるように描かれてました。つまりニカの意志が宿る悪魔の身は能力者自身の体にも害を及ぼす可能性がある危険性もはらんでいたと考えられるんです。そう、能力者がニカの意志を凌駕するほど強力な神秘を手に入れるために麦わら帽子が存在していた。いわば麦わら帽子は自転車の補助輪や泳ぐ時に使うビート板のような慣れるための補助具の役割を果たしていたのかもしれません。それではですね、ルフィの麦わら帽子についてまとめていきたいと思います。麦わら帽子はルフィの宝物であり、ロジャーがシャンクスへ、シャンクスがルフィに継承したものである。また D の一族と関わりがあり、さらに人ひとみ幻獣種モデルニカともセットになっている帽子である。こうまとめると2つの事実にたどり着きます。それがシャンクスも D の一族である可能性と、さらに麦わら帽子はルフィと同じ人ひとみ幻獣種モデルニカの学生者であるジョイボーイとも関わりがある可能性です。それでは次にマリージョアの麦わら帽子について見ていきましょう。まずマリージョアの麦わら帽子の描写は現在までのところですね、906話でしか描かれていません。しかしそこで注目したいのが2つの描写。1つ目が冷凍保存されている描写、2つ目が麦わら帽子の大きさです。それぞれ見ていきましょう。まず一つ目は冷凍保存されている描写について。冷凍する意味はですね、普通に考えたら保存または保管を目的とする場合なんですが、2つのケースを考察したいと思います。まず一つ目はですね、マリージョアの麦わら帽子がかなり古いもので、形を保管するために冷凍保存しているケースについて。ファッションにこだわりのある人なら聞いたことあるかもしれないんですが、実際に服などを冷凍庫に入れる場合があります。例えばデニム、デニムは洗濯するとどうしても色落ちしたり型崩れしてしまうんですが、お気に入りのデニムの色落ちや型崩れさせない方法が冷凍庫で保管する方法。つまりマリージョアの麦わら帽子も形状を維持することに意味があって、そのために保管している可能性はゼロではありません。しかし現状、麦わら帽子の形状を維持することが重要であると語られる描写はなく、その意味が今後作中で重要になってくるとは考えづらいんです。なぜならですね、もう一つのルフィの麦わら帽子は持ち主がですね、ロジャー、シャンクス、ルフィと移り変わっています。当然持ち主が変われば頭の形も変わってくるので、多少なりとも形状は変化するでしょう。つまり形状保存のために冷凍保管している可能性はかなり低いと思われます。また麦わら帽子の形が D を表しているという説もあるんですが、単純に D の形を表す帽子なら麦わら帽子以外にも山形帽やクルーハット、チューリップハットなど様々な帽子がありますよね。つまり D を表すのであれば麦わら帽子である意味はなく、そう考えると個人的にはやはり麦わら帽子の形状に重要性があるというよりかは、先ほどルフィの麦わら帽子のところで解説したのと同じように、マリージョアの麦わら帽子も太陽の神ニカとの関係が高いと考えています。そう、そしてそこで冷凍する意味としてもう一つ考えられるのがコールドスリープです。コールドスリープとは人工的に超低温を保つことで保存対象の生命活動を一時的に停止することです。しかしこれは矛盾が生じますよね。というのも麦わら帽子は生き物ではないからです。しかしワンピースの世界において物が生き物に変化する事例がたくさんあります。例えばミスター4の拳銃ラッス、もともと銃だったものに犬の実モデルダックスフンドを食べさせることにより生き物となりました。そして第1044話ではゾン系悪魔の実に意志が宿ることが判明し、悪魔の実が物に意志を与えて動き出してるんです。つまりマリージョアの麦わら帽子も何らかのゾーン系悪魔の実を食べている可能性は十分あり得るんです。その場合マリージョアの麦わら帽子が動き出すと世界政府にとって非常に都合が悪く、殺してしまうと悪魔の実が転生してしまうので、やむなく動けなくするために生命活動を停止させているとも考えられます。しかしそうなると一点、他のものが悪魔の実を食べた場合と違う点が出てきます。それがラッスをはじめファンクフリードもスマイリーもプンプクもゾーン系悪魔の実を食べたものは漏れなく実際の形から形状変化して描かれているんです。しかしマリージョアの麦わら帽子は本来の麦わら帽子の形をしたまま凍ってますよね。つまりマリージョアの麦わら帽子はゾーン系悪魔の実を食べていない可能性も同時に高くなってしまいます。それではですね、物がゾーン系悪魔の実以外、つまりパラメシアやロギアを食べていた可能性もあるのでしょうか。もちろん物がゾーン系悪魔の実を食べることができるのであれば、ゾーン系以外の悪魔の実を食べることも可能だと考えられます。悪魔の実の分類にはゾーン系以外にパラミシア、ロギアの悪魔の実がありますよね。つまりゾーン系以外の悪魔の実を食べている可能性があるんです。例えばロギア系のヒエヒエの実のような氷結系の能力を持った悪魔の実を食べていることから、マリージョアの麦わら帽子が凍っているとも考えられます。しかしこの場合ロギア系は意志を持たないので、ゾーン系のように意志が宿ることはなく、ただ悪魔の実の能力が宿るだけで動かないので、そもそも生き物とは呼べず、コールドスリープしている意味につながりません。さらに意志が宿らないのであれば、自らの能力を
使うことができないとも考えられ、能力を自発的に発動することは不可能でしょう。そもそも物に悪魔の実を食べさせられる技術を開発したのはドクターベガパンクです。物に悪魔の実を食わせる通信技術も近年のやつの大仕事だ。第433話でヘルメッポが言っていたことが本当であれば、物に悪魔の実を食べさせること自体が新技術なので、最近になってようやくできたと考えると、以前はなかった技術なので、マリージョアの麦わら帽子は必然的に最近作られて凍らされていることになってしまいます。もちろん自然発生的に物が悪魔の実を食べる現象が過去にあった可能性もゼロではないんですが、その線はかなり低く、結論としてはマリージョアの麦わら帽子が悪魔の実を食べているとは考えにくくなります。それではコールドスリープしているとして、物が命を宿すのに悪魔の実を食べる以外の方法はあるのでしょうか。そこで思い浮かぶのがつくも神のような存在が宿ることです。つくも神とは長い年月を使われてきた道具に精霊などが宿った存在のことを言います。そしてですね、作中ではなんと物に悪魔の実以外の方法で何らかの意志が宿る描写がいくつかあるんですよね。例えばゾロの刀、三大鬼徹は妖刀と呼ばれ、弱い者には力を貸さなかったり、エンマに至ってはですね、持ち主の意志と関係なく覇気を奪い続けています。そんな刀に意志があることを知っているかのようにゾロは会話している描写も多いですよね。刀は実直、悪意じゃない。そしてゾロがこう語るように、刀に宿る意志は純粋なものなので、持ち主に対して敵意はなく、単純に力を試しているだけの存在なんです。さらに明確に物に意志が宿っているのがゴーイングメリー号のクラバウターマン。本当に大切に乗られた船にのみ宿る妖精、まあ船の化身だな。そしてクラバウターマンに至っては完全に船の持ち主の麦わらの一味のために行動していました。つまりこのような物に宿る意志や精霊のような存在が麦わら帽子に宿っている可能性も十分あるんです。そして刀は持ち主に悪意を向けることはなく、クラバウターマンは完全に持ち主の味方になっていたことから、仮に麦わら帽子にも何らかの意志が宿っていた場合、持ち主の味方になる可能性が高いんです。そして先ほど麦わら帽子と太陽の神ニカには密接な関係があったと考察しました。さらに太陽の神ニカが宿った悪魔の実が人人の実幻獣種モデルニカです。その悪魔の実を食べた存在がルフィ以外にいましたよね。それがジョイボーイ。つまり麦わら帽子は太陽の神ニカともジョイボーイともつながりが出てくるんです。そして太陽の神ニカの別名は解放の戦士、つまりジョイボーイにも解放の戦士の意志があったことがわかります。そして仮にマリージョアの麦わら帽子の持ち主がジョイボーイであった場合、この麦わら帽子には世界政府が恐れる解放の戦士としての意志が宿っていても不思議ではないんです。つまりコールドスリープはある種の拘束の意味を持っていて、マリージョアの麦わら帽子に宿る精霊の意志が自由に動けなくするためのものとなります。次にマリージョアの麦わら帽子で二つ目に注目したいのが帽子の大きさです。帽子の大きさについてはですね、一緒に描写されたイム様が小人族のように小さいという可能性もあります。しかし一緒に描かれている手配書の大きさだったり、第98話で蝶と戯れるイム様の手のシルエットの大きさから推察すると、麦わら帽子自体が大きいという可能性が非常に高い。そして先ほどマリージョアの麦わら帽子の持ち主はジョイボーイだったと考察しました。しかしですね、ではこのマリージョアの麦わら帽子はなんでこんなにも大きいものだったのでしょうか。考えられる可能性が2つです。1つ目がジョイボーイが巨人族だったから、2つ目がジョイボーイが人魚姫に送るつもりだったからです。順を追って説明したいと思います。まず1つ目のジョイボーイが巨人族だった可能性について、作中においてはですね、そもそも大きいイコール巨人族を連想すると思います。つまりマリージョアの大きな麦わら帽子は巨人族のものだと小田先生が分かりやすいように描いていると連想できますよね。そうなるとマリージョアの麦わら帽子の持ち主ジョイボーイは巨人族であることになります。そもそも巨人族は作中においても多く登場します。さらにドリーとブロギーをはじめモヤカーシ、そして麦わら大戦団のハエルディンなど、これまでもですね、何かと麦わらの一味と関わりがあるんです。いつか絶対にエルバフへ、戦士の村へ行こう。よし、ウソップ必ず行こう。そしてルフィとウソップが序盤から約束をしていることから、エルバフに行くことはほぼ確定しているにもかかわらず、未だエルバフの国が描かれていないんです。つまり小田先生がここまでエルバフとルフィたちを絡ませなかったことは、巨人族とルフィたちが関わるとき物語の根幹に大きく関わってくると思われるんです。では物語の根幹とは何でしょうか。そう、それこそが空白の100年の謎です。そして空白の100年の中心人物こそジョイボーイ。先ほどマリージョアの麦わら帽子がジョイボーイの持ち主で、持ち主と同じ解放の戦士の意志を持った精霊が宿っていると仮説を立てました。つまりこの仮説が正解だった場合、ジョイボーイイコール巨人族である可能性が出てきます。そして仮にジョイボーイが巨人族だった場合、当然麦わら帽子にまつわる伝説がエルバフに残ってるはずです。ルフィが無事ここを出航できたなら、ワンピース史上最も巨大な戦いを描くことになります。そして第97巻の SBS で小田先生がこう語っているように、ルフィたちがワノ国を無事に出航したら、最も巨大な戦いに突入してしまうことが確定しています。そして
してこの巨大なという言葉が最も激しい戦いであると同時に巨人族をも巻き込んだ物理的な巨大さも暗喩していると考えられる可能性もあるんです。そしてエルバフでジョイボーイの麦わら帽子の秘密を知ったとしたら、麦わらの一味は本当の敵の姿を知ることになるのかもしれません。それが巨人族を巻き込んだ最も巨大な戦いにつながると予想できるんです。それは同時にマリージョアの麦わら帽子がジョイボーイ、太陽の神ニカ、巨人族、世界政府、それら全てと関わりがあって物語の根幹を担うキーアイテムであることの証明にもなります。次にジョイボーイが人魚姫に送るつもりだった可能性について、マリージョアの麦わら帽子が大きかった理由のもう一つの可能性がジョイボーイが人魚姫に送るつもりだったから。まず第628話、魚人島にはジョイボーイの名前が刻まれていたポーネグリがあったことが判明しましたよね。そこで描かれていたのはジョイボーイが当時の人魚姫に宛てた文章で、約束を破ったことに対する謝罪文でした。そしてその約束こそが魚人島を太陽の下である地上に移し、人間との共存と自由で平和な共生関係を約束したんだと考察します。なぜなら作中において魚人族は差別の対象であって、その2つともがフィッシャータイガーと乙姫の悲願として描かれていたからです。仮に人魚姫を地上に連れ出したら直接太陽の下で生活することになります。そんな慣れない環境の中で太陽からその身を守るためのものこそが麦わら帽子。つまりマリージョアの麦わら帽子はジョイボーイが約束通り太陽の下に魚人島を移動させた暁にジョイボーイが人魚姫に友好の証とし麦わら帽子をプレゼントしようとしたものだった可能性もあるんです。それではマリージョアの麦わら帽子についてまとめます。持ち主がジョイボーイであり、ジョイボーイが麦わら帽子を大切にしていたことから、ジョイボーイの意志に味方をするスクモ神のような存在が宿った。その意志を危険視した世界政府は麦わら帽子をコールドスリープ、つまり拘束している。そして麦わら帽子が大きい理由はジョイボーイ自身が巨人族である可能性と、ジョイボーイが約束を守った暁に人魚姫にプレゼントするためだった可能性の2つが考えられるんです。ここまでルフィの麦わら帽子とマリージョアの麦わら帽子を振り返り考察したところで、改めて第31話でフーズフーが語っていた継承について考えていきたいと思います。先ほども説明した通り、継承とは身分や仕事、財産を受け継ぐことを意味します。つまり麦わら帽子には3つの可能性があることになるんです。1つ目が麦わら帽子が身分を表す可能性、2つ目が麦わら帽子が仕事イコール役割がある可能性、3つ目が麦わら帽子が財産である可能性。それぞれ見ていきましょう。まずは麦わら帽子が身分を表す可能性について、作中において麦わら帽子が身分を示すものと考えると、どういった身分を表すものになるのでしょうか。結論から言うと、それがある巨大な王国の王冠です。そもそも帽子とは日差しを避ける以外にも身分を表すときに重要な役割を果たす装飾品でもあります。その一つが頭にいただくもの、いただきを冠するもの、そうつまり王冠です。そもそもジョイボーイは人々の未現住種モデル2科の学生者であることから、空白の100年で世界政府の前身である20の王国の連合国と戦った巨大な王国の中心人物だと思われます。つまりですね、巨大な王国の王様であった可能性が非常に高い。そんなジョイボーイと関わりがあったと思われるミンク族のペドロは第877話でルフィたちをこう語っています。世界を夜明けへと導く者たちだ。夜明けといえば当然太陽を連想しますよね。つまりかつての巨大な王国は夜明けのような国だったと想像できるんです。そして巨大な王国のシンボルを太陽と仮定した場合、その王冠として麦わら帽子を頭にいただいていたとしても不自然ではないように思います。そうなると麦わら帽子自体がかつては身分を表すものだったとも考えられます。次に2つ目の可能性が麦わら帽子が仕事イコール役割がある可能性。麦わら帽子の役割についてはですね、ルフィとマリージョアの麦わら帽子で役割は微妙に違っています。まずルフィの麦わら帽子については、先ほどですね、太陽の神ニカとの関係のところで説明した通り、太陽の意味を持つ人々の未現住種モデル2科から能力者の身を守るという役割になります。しかしマリージョアの麦わら帽子はジョイボーイの解放の戦士の意志が宿っているので、所有者に解放の意思を伝えるという役割があると思われるんです。次に3つ目に麦わら帽子が財産である可能性です。麦わら帽子が財産である可能性については普通に考えたらないように思いますが、実はドフラミンゴの発言からゼロではないと思われるんです。上から四角が、俺がマリージョアの秘密の宝のことを誰にもバラさねえように、第906話でインペルダウンで拘束されているドフラミンゴが高笑いしていましたよね。この直後、印象的に巨大な麦わら帽子とイム様の描写が映ります。つまりマリージョアの麦わら帽子
士は世界政府にとっては重要な宝イコール財産である可能性はあり得るんです。もうバレてもいいだろう、権力は足が速い。しかし同時にドフラミンゴは権力について語っていることから、実は麦わら帽子が宝であるのはミスリードで、イム様自身がマリーチュアの宝である可能性もあり、麦わら帽子イコール財宝という可能性は少し低くなるのかもしれません。以上3つの意味を考察したんですが、継承という意味では身分というのはどちらの麦わら帽子でも共通していて、フーズフーが発言した意味に近いのかもしれません。ここまでルフィとマリージュアの2つの麦わら帽子を見てきたんですが、大きさや所有者、役割など細かい点に違いはあるんですが、共に太陽の神ニカとの関係があって、共に巨大な王国の王冠を表しているという点で共通しています。しかし改めて見ると、麦わら帽子が王冠を表すことと解放の意志が宿っている太陽の神との関係を考えると少し矛盾するように感じますよね。しかし太陽の神ニカと関連しているからこそ、王冠が麦わら帽子であったとも考えられます。というのもですね、麦わら帽子は藁を編めば誰でも真似できますよね。つまり誰もが被れる王冠なんです。そして誰もが王になれるとしたら、誰もが自由で平等な立場であるとも捉えることができると思いませんか。そんな麦わら帽子は英語でストローハットと言います。そしてストローにはですね、藁や無価値なものという意味の他に一縷の望みという意味があるんです。つまり作中において麦わら帽子は人々の幻獣種モデルニカとともに世界政府に対抗するための解放の戦士の象徴であり、一縷の望みという意味を込められているとも捉えられます。ジョイボーイはそういった意味も込め麦わら帽子をかぶっていて、そしてその意味を知っていたからこそロジャーは麦わら帽子をかぶっていたとも考えられるんです。だからシャンクスに自分の麦わら帽子を託した。そしてそのシャンクスが政府から強奪した運命を変える悪魔の実はくしくもルフィが食べることになった。シャンクスがロジャーから継承した一縷の望みの意味が込められた麦わら帽子はこうしてルフィに預けることになったのではないでしょうか。という感じで麦わら帽子について考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。